ピンピンコロリ地蔵ピンコロ地蔵ピンピンコロリとは健康寿命の長さを言い表した表現で病気に苦しむことなく元気に長生きし最後は寝つかずにコロリと死ぬことまたはそのように死のうという標語略して PPK という大義語として寝たきりで長く生きるという年々コロリがある 1980年、長野県下岩郡高森町で北沢豊次が健康長寿体操を考案。1983年、日本体育学会にピンピンコロリ運動についてと題し発表したのが始まり。長野県は男性の平均寿命が1位をキープしていることも相まってこの運動の普及に力を入れている。2003年には県内でも 有数の長寿を誇る作詞にピンコロ地蔵が混流されている。2003年に第一生命経済研究所が日本全国の40から79歳までの男女792名を対象に行った調査によれば64.6%が理想の死に方として心筋梗塞などである日突然死ぬを選択しておりピンピンコロリを理想とする人が多いことを伺わせる。 突然死を選択した理由としては、家族にあまり迷惑をかけたくないから、苦しみたくないから、寝たきりなら生きていても仕方ないからが挙げられている。AB、年金獲得1億円。健康長寿と生涯現役都市部高齢者の追跡研究から、公益財団法人特別区協議会。2017年11月25日閲覧。死に対する意識と死の恐れ。 第一生命経済研究所。2018年11月27日閲覧。鈴木隆夫、超高齢社会の基礎知識講談社現代新書。2012年。ISBN 978から40億6288万1388。ピンピンコロリは長寿社会のためならず。東洋経済オンライン。2018年11月25日閲覧。 三浦淳氏理想的死に方、ピンピンコロリの嘘は暴く。ニュースポスト成分。2018年11月25日閲覧。ピンピンコロリで死ぬと警察に通報不思議の国日本の現実。ハフポスト。2018年11月25日閲覧。ありがとうございます。